はい、ということでどうも JR ラッキーです。今日は伊予灘物語の八幡浜編に乗車することになりました。本日は2号車の6番席ということで4人席海側の方に乗車することになりました。ということで3人以上じゃないと乗れないので今回は友達もお招待しております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、もう間もなく伊予灘物語がやってくるのでここでちょっと今回撮ろうと思います。まもなく3番乗り場に上り列車が参ります。危険ですから白線の内側にお下がりください。はい、ということで今伊予灘物語が3番乗り場に入線してきます。でもこの曲本当にいいですよね。ラストランになるんでちょっと悲しいんですけどこの曲は次の世代に継承してほしいものですね。はい、ということでどん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 見えてまいりました。本日あちらの黄色の方に乗車することになっているので本日そちらに乗車します。はい、ということで今伊予灘物語やってきました。はい、ということでそろそろ乗れるので行こうと思います。ご乗車ですか？はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで2号車ですね、こちら。はい、もう席すごい綺麗ですよ。もう最高です。ちなみに僕が取る席についてははい、今行ってるんですけどこちらですね。はい、こちら伊予灘物語八幡浜編ということでこちらの席6番席ですね。6番のちょっと見にくいんですけど6番 ABCD ということで今回3人なんで A と B と D 席ということで座席を取らせてもらいました。はい、ということで間もなく発車じゃないんですけどまだ今は、はい、1時21分ということでちょっと今はちょっと待つ状態なんで、はい、もう少しお待ちください。はい、ということでもう間もなく伊予灘物語発車します。今回、まあ、2号車ということでちょっと楽しみにしてるんですけどあ、はい、これで出発になります。ということでもう間もなく発車します。本日は伊予灘物語にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。進行方向左手側ホームより最初のおもてなしがございます。はい、ということで発車です。進行方向左手ホームの上からは清掃スタッフや伊予灘物語スタッフそして先ほどまで乗務しておりました店長や乗車しておられましたお客様が手を振ってお見送りをしてくださいます。どうぞ車内からお手を振り返していただけますと幸いでございます。はい、ということで今伊予灘物語出発です。隣にこれ特急
会の多分臨時列車が止まってるんですよ。あ、これ回送ですかね。ちょっと今止まってる状況です。改めまして皆様、本日は JR 四国観光列車夜の物語にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。どうぞ手を振ってお見送りをしてくださっております。松山駅は高架化されてるんで、ちょっと今、こういう高架橋があるんですけど、デートなんですけど、ということでちょっとメニューなんですけど、はい、こんな感じで、まあ、ちょっと映りにくいんですけど、こんな感じで結構すごいメニューが整ってます。はい、まあ、こちら車両なんですけど、今日座ったのはこちらの6番席ということになります。こちらの6番席に今回座るようになりました。はい、ということで今から出発です。そして沿線のご案内をさせていただきますのは私山岡です。そして列車の運転手は松山運転所久保田、車掌は同じく松山運転所福森です。これからの岩の物語八幡浜編、私どもが皆様とご一緒させていただきます。お気軽にお声掛けくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、今松山駅を完全に出発しました。ただいま岩の物語では新型コロナウイルスの対応としてお客様情報の聞き取りを行っております。大変お手数をおかけいたしますが、お席にお配りしている用紙にご記入をお願いいたします。こちらの用紙は後ほどアテンダントが集めさせていただきます。まだ大変遅れ入りますが、お食事中継ではマスクを着用いただきますよう、皆様のご協力お願いいたします。車内にはお客様の消毒用アルコールも設置しておりますので、どうぞ自由にご利用くださいませ。多少何が映っても大丈夫らしいんで、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。また皆様のお席には、いろんな物語オリジナルデザインの使い捨てマスクケースをお配りいたしました。お食事中に外したマスクをこちらのケースに入れていただくと、より清潔にマスクを保管していただけますので、ぜひお使いください。今速度を出しまくってますね。今年は岩田物語ラストランイヤーということで、皆様のお席にはラストランイヤー記念乗車証夏バージョンをお配りしております。乗車記念証の左上には2号車カウンター前にございます本日の日付スタンプも押せるようになっておりますので、ラストランイヤーにご乗車された記念にぜひお持ち帰りください。そうやったら、また岩田物語は今年2021年7月26日でデビュー7周年を迎えました。世の中物語がこれまで復興できたのは、ご乗車いただいておりますお客様、また沿線から応援してくださる地域の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。そこで世の中物語7周年を記念して、皆様のお席には7周年記念オリジナルデザインの内輪をお配りさせていただきました。先ほど内輪と言ってましたがあります。社内から地域の皆様に手を振り返していただく際にぜひ内輪もお伝えください。またぜひお持ち帰りいただき、旅が終わった後も沿線にて世の中物語を見かけた際には内輪をお伝えいただきますと幸いでございます。ということで今は一つ保育を間もなく通過するところです。また事前にお申し込みいただきましたお客様にはお食事がございます。アテンダントがお食事予約の配信に参りますので、予約にお持ちのお客様は別ではございますがお手元までご用意ください。続きましてこの列車についてご案内をいたします。車両の前側1号車は伊予などの夕日をイメージし名前の書、後ろ側2号車は太陽や柑橘をイメージし小金の書と呼んでおります。お手洗いの設備は前側1号車赤根の章に2つございます。うち洗面台前にございます小さな扉のお手洗いは女性専用となっておりますので、男性のお客様のご利用はお控えください。なお、お手洗いは停車中走行中にかかわらず常時ご利用いただけます。カウンターは後ろ側2号車小金の章にございます。準備ができ次第お飲み物や電車オリジナルグッズを皆様のお席に
容赦くださいね。旅の途中では沿線の名所やゆかりのエピソードをご紹介してまいりますので、穏やかな夜の中の景色と合わせてお楽しみください。また、お席には沿線の見どころなどを紹介したアテンダント手書きの沿線マップもご用意しております。こちらも景色と合わせてご覧くださいませ。はい、ということで、まもなく北遊駅なんですが、北遊駅ではちょっと合流があるらしいので、ちょっと停車します。まあ、2番乗り場の方に停車するそうです。今減速運行してますね。列車との待ち合わせのため途中の北遊駅に停車いたします。はい、ということで今停車する最中です。失礼いたします。机の方少し広がるので広げても大丈夫でしょうか。お願いします。北遊駅の方に停車いたしました。北遊駅でとりあえず列車の合流があるために今停車するということです。今ちょっと普通列車やってきましたね。こちら7012号機ですね。はい、7000系です。これ予報上駅です。あ、ちょっと今下が映ったね、隠すんですけど、はい、こちら予報上行きの上回り列車です。もう今席座らせてもらったんですけど、ここからはおそらく通過するんじゃないかなと思います。はい、今ドア閉まりましたね。すごいな。はい、ということで間もなく発車いたします。先ほど言ってた内輪なんですけど、はい、こちらです。いい感じですね。7周年です。7周年のこの伊予灘物語のこの縁は最高なんですよ、とにかく。ということで、はい、もっと楽しみたいと思います。こちらも、はい、こちらマスクケースなんですけど、こちらのマスクケースもなんと持ち帰り可能です。はい、で先ほど押したこの2枚とこちら、まあ、こちらが全部のセットですね、今のところの。本日ちょっとラストランなので、本日はちょっとコースターとか買おうかなと思ってます。はい、ということで今、北遊駅を出発しまして、通過、こっからは通過するんじゃないかなとは思います。ちょっと隣の席誰もいないんで、ちょっと隣の席行ってみますか。色がちょっと激しいんですけど、はい、こちらですね。こちら6番の D 席と5番の B 席の隣側に座ってます。そろそろ車庫が見えてくるんじゃないかなと思います。
微妙なんですけど、ヨナラは変わりはないです。
ょっと雨降ってたんで心配だったんですけど、ちょっと今回なんと曇ったんで助かりました。皆様、宮田川目の前に広がってまいりました。進行方向右手側にご注目ください。これ今夜中が見えてきました。目の前に広がっております。夜中は毎日表情が変わります。はい、ということで今空が少々曇っておりますが、夜中はとても穏やかな表情を見せてくれています。しばらく続く夜中の穏やかな美しい景色をお楽しみください。はい、夜中はやっぱり綺麗ですね。ちょっと曇りがかってるんですけど、やっぱり綺麗です。先ほどアナウンスでも言ってたんですけど、今日は穏やかな表情ということで、なんか言ってるそうです。あ、ちょっともう、すごいカメラマン対応です。もう僕の友達も撮影しまくってます。
有名な場所です。で北灘駅もこちら、はい、こちらもすごいんですよ。市の境界線ということで看板があるそうです。こちらまた撮ろうと思います。でそこからはこう長浜駅をわーっと行きつつ五郎駅があります。でこの五郎駅でもこのようにたぬき駅長がいるということで有名になっております。そしてまあちょっと今回僕らはここで時間の都合上降りるんですけど、大津駅はもうこういう大津城があったりとかっていうので結構有名なので、ぜひとも皆さんもいろんな物語に乗った時にこういうスポットをまた訪れてみるといいと思います。ということでちょっと景色を続けたいんで、綺麗に景色が見えます。ちなみにこちらは、まあ、撮影するようにしたいですけど、なかなかちょっと撮りながら撮影するのが難しいんですよ。ということで多分もうもなく下灘駅の方に到着すると思うのでちょっとまた撮り始めたんですけど、やっぱり与那良は綺麗ですね。木が今山と海と分かれてるんで山の方でちょっとまあちょっと重なり合うことあるんですけど、まあ、ちょっと減速し始めたんで間もなく下灘駅到着ですね。停車するらしいので撮影一気にしまくりたいと思います。ということで、もう到着なんですけど、こちら
ロディーが流れ始めましたら車内にお戻りいただきますようお願いいたします。ということで今下灘駅到着しまして、まあ今写真いっぱい撮ってたんですけど、すごい人だかりです。下灘駅ちょっと今回ちょっと雨が降りつつあるんですけど、あ、今鳴りましたね。そろそろ鳴らないとやばいです。下灘発車です。やっぱ綺麗ですね。ということでもうすぐ下灘駅発車です。電車まもなく発車いたします。お連れ様が車内にお戻りになられたかご確認をお願いいたします。はい、まもなく下灘駅発車します。